ここからは私たちの身近な足、タクシーに関する話題です。実は今、全国的にタクシーが不足していることをご存知でしょうか。電話で、そして街中でタクシーをなかなか捕まえることができないというのです。なぜタクシーの利用が難しくなっているのか、その原因を取材しました。JR 岡山駅前のタクシー乗り場です。午前8時ごろ、利用が多い時間帯にもかかわらず、乗り場は閑散としていました。タクシー台数減ってるってこと？何も減ってるでしょうね。タクシー行きましょう。全部いっぱいで、ここ数年も全然もう台数少なくなってますから。5年前の JR 岡山駅前です。待機場所にはタクシーが所狭しと並んでいました。ところが現在、利用客が多い時間帯に停車しているタクシーはごくわずか。今、岡山に限らず全国各地でタクシーが不足しているのです。ここいつもきっちりタクシー止まってたのに全然ないから、ちょっとびっくりしました。ちょっと仕事だったんで早く乗りたいなと思ってたんですけど。こちら福岡県でも電話したらいっぱいだったっていう。全然捕まえられなくて。なぜタクシーは町から姿を消したのか、岡山市内のタクシー事業者に話を聞きました。この事業所ではおよそ80台のタクシーを所有していますが、今稼働できているのは多くて60台。時間帯によっては利用を断らざるを得ない状況に陥っているといいます。人手不足による稼働の車両が少ないっていうところが発生してきているので、利用者さんにお時間いただいたりとか、ご迷惑をおかけしているような状況が少しずつ出てはきてますね。人手不足の原因は新型コロナウイルスの感染拡大だといいます。行動制限や飲食店での酒類の提供が一時なくなったことなどで、タクシー業界は大打撃を受けました。それ以前の売上に対して、65% 強、約7割弱の売上が落ちた。多くは出来高制のタクシードライバーにとって、利用客の激減は給料に直結しました。1日12時間ぐらい働いて、3件の営業で2700円という日がありました、売上は。岡山県タクシー協会によりますと、コロナ前の2019年と比べて、県内のタクシードライバーはおよそ750人も減っているということです。現状を打破するには、労働環境の向上が不可欠だといいます。乗務員をどう確保するかっていうのは、他産業からですね、来ていただけるような魅力ある賃金体系とか、処遇ですね。そういうものにしないといけないのかな。こうした中、中国運輸局はタクシーの運賃を今月26日に改定すると発表しました。初乗りは区間が短くなり、料金も値上がりします。事業者の経営改善とドライバーの賃金が目的で、消費者には苦しい値上げとなりますが、人手不足の打開策となるか、業界の期待がかかっています。 VTR でもご紹介しましたが、今タクシー業界は深刻な人手不足で、利用を断らないといけないという状況にまで陥っています。背景にあるのが新型コロナウイルスでした。コロナの影響で売り上げが激減、ドライバーを辞めてしまう人が相次ぎます。2019年と比べると、県内だけでおよそ750人のドライバーが職を変えたということで、インタビューに答えてくれた現役ドライバーからも、1日12時間ぐらい働き、営業が3件、およそ2700円の日も売り上げがあったという声も聞かれました。そんな中発表されたのが、タクシーの運賃改定です。現在は普通車の初乗り運賃 1.3 キロ上限で640円なんですが、改定後今月26日から 1.5 キロ700円の上限運賃に変わります。
1.25キロ、700円の上限運賃に改定されます。これは新型コロナ感染拡大後初めての運賃改定で、中国運輸局は各事業者にドライバーなどの労働環境の改善に取り組み、その成果の公表などを求めているということなんです。この先日のニュースで、人口減少によって、路線バスが廃止となった区域に乗り合いタクシーが試験運行されたというニュースもあったんですけれども、ただこの公共交通機関の少ない地域にとってはタクシーってこう、通院に使ったり買い物に使ったりすることもありますので、もう本当になくてはならない交通の足でもありますよね。本当に地域の足がなくなるかもしれないという事態に陥っている感じです。ドライバー不足がさらに深刻化することで、この地域の足がなくなると危惧されています。今後の運賃改定で人手不足は解消に向かうのか、タクシー業界では状況を注意して見守りたいということです。